2020年12月31日大晦日です。今年最後の動画になります。爆竹さんのアブラカダブラザデイインクエスチョン2020から2日ですね。で、今改めて思い返してみますけれども、ハイライト的にはやっぱりラブミーというか、ラブミーの最後にメメントモリのフレーズを今井さんが入れたところがやっぱりトピックスといえばトピックスだったかと思います。で、改めてメメントモリの歌詞を思い出してみると、大丈夫さという言葉が繰り返されるわけですけれども、まあ、それが今井さんからのメッセージなんだと思います。まあ、そこら辺がやっぱり爆竹さんの優しいところだと思いますので、来年の秋のツアー本当に実現できるように期待して生きていきましょう。それでは今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。とりあえず、悪霊退散のおまじないということで、アブラカダブラ。